あ、オンライン入ってなくてもできます。もちろんオフラインで。あ、で今回オンラインなんですけども、一応任天堂オンラインの登録はして月額は払わなくていいやつなんですよ。登録さえしてればオンラインできるっていう状態です。要はその普通はそのオンライン、任天堂オンラインは月額払わなきゃいけないんですけども、野田ゲーは一応サーバー別で確保してますんで、無料でオンラインゲームできますんで、登録だけしといてくれれば助かります。はい、月額課金いらないです。全20種類のゲームが入っております。でアップデートでゲームが増えていって、最初の28日の段階では13個のゲームが入ってます。でオンライン対戦のゲームはもう全部5個あるんですけども、全部で5個入ってます。